皆さん、スマホにアンチグレアフィルムを貼っていませんか？アンチグレアフィルムは画面に光が映り込むのを防ぐ効果があるので、皆さんも貼っている方は多いんじゃないかなと思います。でも逆に画面がちらついて画質が荒くなることがあることを皆さんご存知でしょうか？これはギラつきという現象です。このスマートフォンには左右にダイセルと他社のアンチグレアフィルムが貼ってあるのですが、どっちがダイセルのフィルムだと思いますか？はい、もうお分かりですね。右がダイセルのアンチグレアフィルムです。左はギラギラとして目が痛くなりそうですが、右はとってもすっきりしています。フィルムの詳細はこちらのリンクまでどうぞ。